チャンネル4交通事故を考える、こちらもゴールデンウィークに関連するテーマです。移動制限のない今年のゴールデンウィークは車で旅行という方が多いかもしれません、そこでゴールデンウィーク期間中交通量の増加が見込まれる高速道路での交通事故を考えます。ドライブレコーダーの映像です。去年9月今治市で撮影されました。画面上側に見える高架の道は西瀬戸自動車道です。何があったんで止まれたか。おい、何があったんで止まれたか。おい、高速道路上でタンクローリーが側壁に衝突。タンク部分がおよそ10メートル下の一般道に落下しました。落下したタンクに巻き込まれた人はいませんでしたが、ドライバーの男性は亡くなりました。あちらのトンネルの手前の側壁には乗用車が衝突したと思われる白い跡が残っています。去年4月、松山自動車道では事故による渋滞で停車していた大型トラックに別のトラックが追突、合わせて3台が絡む玉突き事故が発生。最初に追突したトラックの運転手が亡くなりました。はい、このグラフは一部の自動車専用道路を含む県内の高速道路で発生した人身事故の件数、去年までの10年間のデータを県警高速隊がまとめたものです。はい、ご覧の通り減少傾向になっています。このように人身事故はこの10年で3分の1ほどに減っているということになりますかね。はい、で続いてのグラフなんですが、これは高速道路における交通事故で怪我をした人と亡くなった人の数になります。青い線が怪我をした人で、赤が亡くなった人ということですね。はい、怪我をした人も減少傾向で、去年は10年間で最も多かった2013年と14年と比べると4分の1に減りました。一方で亡くなった方については明らかな減少傾向は見て取れません。これ去年も3人が亡くなられているということですね。はい、続いてこちらの2つの数字に注目してください。これ 2.1% と 9.4% とありますが、何の値でしょうか。はい、これは去年県内で発生した人身事故の件数と死者数の割合を表した数になります。 2.1% の場合は、人身事故が100件発生したとき 2.1 人が亡くなったことを表します。実は 2.1 は一般道、9.4% は高速道路の値になります。一般道に比べて高速道路がざっと計算すると 4.5 倍ぐらいになるということなんですね。はい、高速道路では一般道よりも車のスピードが速くなることから事故が重大になる傾向がこのデータにも表れていると思います。その高速道路での交通事故をなくそうと日夜活動を続ける県警高速隊を取材しました。松山インターチェンジに隣接する愛媛県警高速隊の活動拠点です。おはようございます。お願いします。よし。パトカーの点検をしているのは今月高速隊に配属されたばかり、大西幸巡査部長32歳。現場に行った時に自分たちの身を守るためと、あと現場で故障車両とか事故に遭われた方を守るために点検を。コンビを組むのは高速隊5年目柴田裕二巡査部長35歳。パトカーに異常がないことを確認し、ペアでパトロールに出発します。チャンネル4取材班はネクスコ西日本に協力してもらい、ネクスコの巡回車から高速隊の活動を撮影します。暖かくなってきたんでバイクの人も増えてきたんですね。そうよね。高速隊ペア石槌山サービスエリアに立ち寄りました。またゴールデンウィークとかで乗られる方が増えてくるので、サービスエリアとか回ってですね、広報活動させてもらえるんですが、休憩中のドライバーに安全運転を呼びかけます。
タイヤがバーストして、うん、そのバースト片とか踏んでしまったりとかもありますので、うん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 、あとシートベルト、ね、後ろの方結構忘れられていることがあるので、はいはい、またよろしくお願いします。伊予小松インターチェンジ付近、パトカーが赤色灯をつけスピード落とせの表示を出しました。低速の作業車がいることから制限速度が50キロに変更されていたのです。運転手さん、低速車がこの先走ってます。速度落としてください。低速車が走ってます。赤灯つけて走れるのは警察車両ぐらいなので、まあ、それを見るだけでやっぱり速度も抑制効果も出てきますし。トンネルが連続する区間に差し掛かりました。トンネル入り口見えんことない、なんかね、ここから見て。そうですね、うん、ちょっとさっき暗い感じね。やっぱ高速度で走りよったらね、明るいとこから暗いトンネルね入るとき、ちょっと目のね慣れなんかな、はい、うん、ちょっと目が慣れるんが遅いけん、車運転するときはね、ちょっとアクセルから足を離してもらって入るんがいいんかな。大津インターチェンジ付近、路肩に止まっている車を見つけました。大西巡査部長、車に駆け寄ります。こんにちは。ちょっとこっち寄られたんで、なんか車の調子が悪くなったとか。大丈夫です。あ、運転手さん交代されるってことですね。あ、わかりました。大丈夫です。まだ気をつけて、はい、すいません、ちょっと故障やったらいかんと思って交代させてもらいました。またそこ出るとき気をつけてください。後ろから来ますんで、はい、すいません。ドライバー交代のために停車していたということでした。パトカーに戻った後、先輩の柴田巡査部長が新人隊員大西巡査部長に声をかけます。路側帯とか非常駐車帯に入っとっても、自然と釣られてね、そっちの方向に車が流されるいうことも過去のね事故の例でもあるけどね、警察としてはなんか車が止まっとったりするなら広報活動をして、その人の安全を守るっていうのも一つの仕事かなと。まもなく伊予灘サービスエリアというところで、故障車ありとの無線連絡です。2車線になってから禁走ですね、はい、道路上にバースト片があるかもしれません。走行には細心の注意を払います。なんか避けおる感じはないですね。ああ落ちとる、よかった、よいですね。バースト片を見つけました。98.8 ぐらい。故障したトラックは幸い安全な路肩に停車していました。高速帯やネクスコ西日本の迅速な対応で大事には至らず、トラックはタイヤを修理し自走していったということです。一般道と同じようにハンドルを切ってしまうと、やっぱり事故に遭う可能性があるので、集中して運転をしていただきたいなと思っております。今の高速隊の2人の会話の中に高速道路の運転のポイントがありましたよね。はい、トンネルの入り口出口付近では明るさや暗さに慣れるため速度に気をつける、はい、ということや、気を取られてしまうため路肩の車には要注意、うん、ということですね。そしてバーストしたトラックのタイヤが道路上に落ちていたというシーンもありましたね。はい、ネクスコ西日本によると、はい、おととしネクスコ西日本管内の関西、中四国、九州の高速道路でおよそ11万7000件の落下物があったということです。はい、これは高速道路で、ここ半年で高速道路上に落ちてた落下物になります。事故につながるような落下物を今取り置いております。タイヤ、ホイールなど車のパーツのほか、中には脚立や衣装ケースまで。直接衝突あるいは急ハンドルや急ブレーキによる事故が考えられます。
安全を確保できるサービスエリアとかパーキングエリアで、または広い路肩に停まっていただいて、それから非常電話または携帯電話のシャープ9910を使ってもらって情報提供していただいたらありがたいです。高速道路で注意が必要なのは物だけではありません。夜道を走る車、ドライブレコーダーの映像です。左から動物、鹿のようです。このように道路上に飛び出してきた動物を跳ねてしまうことをロードキルと言います。30年以上にわたって車に関する記事を書いているモータリングライターの藤田龍太さんです。ネクスコの3社の発表によりますと、高速道路のロードキルの発生件数は2002年に3万6千件ぐらいだったんですが、2018年には約4万7400件まで増えています。一番多いのはタヌキと言われてますね。高速道路のロードキルの全体の4割がタヌキと言われております。もう一つ高速道路で多いのは鳥類ですね。高速道路に限って言いますと、鳥類が 27% が占めております。もし動物が飛び出してきた場合、ドライバーはどのように対応すればいいのでしょう。藤田さんによると、動物の大きさによって対処方法が違うとのこと。大きな動物の場合、やはりぶつかってしまうとダメージも大きくなる。イノシシなんかですと、やっぱりできるだけフルブレーキかけて、ぶつかったとしても衝突エネルギーを減らした方がダメージが減らせるかなと思うんですが、小さい動物の場合はですね、急ブレーキ踏むことによって後ろの車に追突されるという例がすごく多いんですね。むしろそっちの方が危険な場合も多いので、小動物に関して言えばもう減速しないでもう直進した方がリスクは減らせると思います。はい、高速道路で落下物を発見した場合ですけれども、後続車の事故を防ぐため、サービスエリアなどの安全な場所から、またはドライバーではない人が道路緊急ダイヤル、こちらですね、シャープ9910に通報するようにしてください。また動物を跳ねてしまった場合は警察に連絡した上で、こちらのシャープ9910に連絡し、動物の回収を依頼してください。ネクスコ西日本のホームページではゴールデンウィークの渋滞予測を掲載しています。県内の高速道路では来月の3日と4日下りの明神山トンネル付近と上りの付録トンネル付近で最大10キロほどの渋滞が予測されています。なお今年のゴールデンウィーク29日から来月8日までの土日祝日の休日割引はありませんのでご注意ください。前方と後方の車ですね、こちらを確認いただきまして、車両の間隔だとか安全な速度でまずはご走行ください。渋滞に、遭遇した場合は、ハザードランプですね、点灯いただきまして、後続車両に、低速であることを、合図サインを送っていただきますようお願いいたします。安全運転心がけていただきまして、楽しい旅行だとかお出かけにしていただきたいと思っております。ゴールデンウィークに高速道路を利用する際は、出発前に渋滞など情報を確認し、ゆとりを持って安全運転をお願いします。